はい、こんにちは。おーちゃんぬるまです。はい、今日はこれで遊んでいきましょう。はい、ヘックスバグです。はい、ということでこちらですね、虫型のロボットなんだけど、結構ね、リアルな動きをするので、虫が嫌いな方はそうだね、今日は見ない方がいいかもしれないです、うん、結構ね、うん、イモムシとかもあるからね。そう、イモムシとか結構いいね、気持ち悪いかもしれないんでね、うん、じゃあそれぞれ早速開けていきましょう。はい、はい、まずこちらがバグヘックスのナノナイトロってやつだね、うん、これね、多分見たことある人いると思うんだ。僕知らないよ。知らない？本当に、うん、あの G みたいな動きするやつ。そうなの？そうそうそう。でもなんか動きそうにはないよ。はい、続いてこちらがカブトムシですね、うん、カブトムシって言ったらさ、やっぱりこの角があるんだけど、これはないですね、うん、まあ、メスって覚えればいいのかな。そうだね、うん、発売元が海外なので、まあ、ビートルって言ったらね、いろんな甲虫類が含まれるんで、まあ、カブトムシって日本のカブトムシに限定されてない感じかな、うんうん、触覚がちょっとすごい長いね。長いよね。はい、続いてこちらがコガネムシですね、うん、なんかどことなく雲っぽいけどね。そうね、ちょっとね、足が変わってるよね、うん、カニっぽくも見えない。カニだ、カニ。ちなみにですね、これ結構奇抜な動きをするみたいよ、うん、なんかひっくり返っても起き上がるっていう、うん。はい、最後にこちらがイモムシですね。あ、これは多分すごいことになるだろうね、うん、ここももうすでにニョロニョロできる、ね、ニョロニョロニョロ動くからね。で、なんか車輪にさ、一瞬だけ穴ぼこが開いてんだよ。あ、なるほどね、ちょっといろんな動き楽しみだね、うん、まずはバグヘックスナノナイトロからいきましょうか、うん、この裏側にスイッチがあるんでね、うん、はい、いくよ。ほらほらほら、振動だよ、振動で動いてる。すごいすごいすごい。あ、すごいすごい振動。すごいっしょこれ。え、ぶつかると？ちゃんと反転するんだね。え、すごいすごい。やる。うわ。いかにも あの動きでしょ、うん、あの動きだね。あれっぽいでしょ、なんかね。あ、ぶつかったぶつかった。はい。続いてじゃあどれ行こうか。カブトムシ。はい、カブトムシ。じゃあ電源オンにします。はい。お尻の方にあるよ。はい。おお。あ、これカブトムシ。うん、これちゃんと。おお、あ、触覚これちゃんと生きてんだ。触覚に当たって、ピン。方向転換するの？そうそうそう、こんな風に。あ、すごいすごいすごい。ピン。面白い。へえー。すごいね。うん。すごいよね。よくできてんじゃん。うん、じゃあ続いてコガネムシ行きましょう、うん、スイッチオン。うわあ、これは気持ち悪い。うわあ、すごい。これ裏返すの？うわあ、早い。これが一番気持ち悪いよ、本当に。すごいわこれ。繰り返して。すごいすごいすごい。うわ、早すぎる。じゃあ最後にイモムシ。イモムシいってみよう。はい、これはセンサーでなんか方向転換するらしいよ。お、あ、これもすごいね。だから例えばこういうのがいても、すごいすごいリアルなんだけど動きが。すごいねこれ、うん、動きであるけどすごいよね、ちゃんとセンサーで、うん、すごいすごい。うお、はい、じゃあね、ブレイクゴーガンのバトルフィールド持ってきました。ここでですね、4体のヘックスバグ戦わせてみちゃおうか、うん、戦わせてみちゃおうか、うん、よーし、多分カオスになると思うけどね、うん、せーの、ゴー。うわー、うわー。ちょっとすごい、一番マイペースすごい、カブトムシ転倒、カオス、カオス、カオス、これはやばい、カオス、あっちゃない、うわ、みんな一応戦ってるよね。一応戦ってる。うわ、すごいことになっちゃった。うわうわうわ、一番コガネムシが攻撃的すぎる。
虫がね、ずっとくるくる回ってるだけなのこれ。芋虫ね、全く、あ、芋虫が勝負は引き分けかな。そうだね。ちょっとどれがすごかったね。カオスだったの本当に。笑った。どれが一番良かったですか。コガネムシね。もう攻撃的すぎるよね。いやーこれ一番勝ちにしてあげようか。そうだね。うん、MVP、うん、一番あの活躍してくれた。すごい、うん、みんなに攻撃してた。うん、はい、ということで今回はヘックスバグ。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いしますそしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それで今回のおすすめ動画いつものとともに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中取りからよろしくねということで今回は以上でございます。バイバーイ。うわすごいことなってる。これはすごいわ。